じゃあ撮ります。思ったんだけどさ、市村さんも三ツ矢さんも素顔の方がいいって。可愛いのにもったいないよ。 あとさ、ん、三ツ矢さんダンスのキレ悪くなったよね。お母さんが言ってたんだ、したいと思ったことはどんな小さいことでも叶えていきなさいって。例えばケーキ食べたいなって一瞬思っても、買いに行くのめんどくさいとか高いとか太るとか理由つけて諦めるでしょ。そういう小さな願望でも確実に叶えていくと夢が叶う体質になるんだって。すごくない？だから私は直感でしたいと思ったことは全部する、そう決めたんだ。だからこそ私はミステリーキスの一員になれたと思ってるし。ただお金持ちになりたかったんだ。他に方法が分かんなかったからオーディション受けただけ。メジャーデビューするだけで印税生活できると思ってたし、実際はまともに働いてた方が稼げたんじゃないってぐらいやばいけどね。お金持ちになったら温泉使ってゆっくりしたいな。働きたくないし。10月4日の深夜、呼び出したのは本当にセンターを辞退してもらおうとしただけ。警察にも何度も言った。え、周囲の防犯カメラをチェックしてた。たまたまじゃない？今から事務所に来て、大事な話があるんだ。東京都練馬区で女子高生の行方が分からなくなっています。失踪した女子高生を乗せてるらしいし、何なんですかあのタクシードライバー。昔から変だよあいつは。乗せたんだよ練馬の女子高生。多分のし上がるためなら殺人だってできると思う。この子は真犯人。ただのタクシードライバーがなんでそんなことする必要がある。映画オッドタクシーインザウッズ。どちらまで？